ベルリン分離派展覧会ベルリン分離派は19世紀末から20世紀初めにかけてドイツ語圏で起こった世紀末芸術運動における芸術家集団の一つ。ミュンヘン分離派、ウィーン分離派に続き、マックス・リーバーマンらの指揮の下に1899年結成された。旧来の芸術を批判し、伝統からの脱却、分離を標榜したため、分離派の名がついた。 初代の会長にマックス・リーバーマンが選ばれ、1899年に最初の展覧会が開かれた。第2回の展覧会には外国人の作品も多く出展されるようになり、1902年に一部の国粋的な画家が脱退した。1910年に分離派の展覧会に表現主義の画家の作品27点が展示が拒絶された後、 ゲオルク・タッパートとマックス・ペヒシュタインらのメンバーが脱退して新聞理派が結成され独自に展覧会を開いた。新聞理派にはブルッケのメンバーや後に青木氏を結成するメンバーが加わり1914年まで活動した。元々のグループは1936年頃まで存続した。ありがとうございます。